ラストは、はい、1968年のベストナイン選定についてお聞きしたいと思います。僕は1968年生まれだから。あ、そうなの。なるほど、いっぱいいるよ。え、68年なの、うん、俺67、俺早生まれだから。早生まれでしょ。あ、ちゃちゃももうジジイなんだな。55ですよ。あ、そうなの、うん、マジで、うん、いや俺47、8なのにちゃちゃも白髪だとそんな老けて見えちゃうんだなとか。2つじゃん、2つなんだな。若えらしたらちゃちゃ。お互い若いですよね、この2人。チビとデブ。俺はチビって呼んでたんだ。だってデブっていうか。僕はまあデーブとかデブとか。デブ、棒を抜くときあんのよ。分かってんのデブって。だから棒入れろみたいな。だからおいチビ。すいません。そうか、いえいえ、楽しくやってましたね。こちゃって楽しかったんだ。もう年中でやれてたもん。見せて、メンバーあるの？メンバーある、メンバー。もうだって、あ、すごいメンバーだな。野茂くんなんてもうエースじゃない。もう。あ、野茂同級生。うん。まあ、彼は社会人でだから、うん、同期入団ではないんだけれども、同級生、同い年。これ、シモも一緒だしね。シモ柳。うん。シモね、シモの。長谷川、ヤブ、塩崎、ね。そうそうたるメンバーでしょ。これすごい。あ、奈良原もそう。ああ、岡林。中島も。中島。岡林もそう。高津監督もそうですよ。いや、すごいな、これ。豊作だね。ね。あ、金って俺の2つ下だったんだ。俺、1個下かと思ってた。これじゃあピッチャーはベストナインでしょ。でもやっぱり先発は誰、やっぱ野茂かな。どう、野茂か、どう、これ貸してもらっていい、はい、まあ村上さんとかいるけど、俺らの時代やっぱ野茂くんがメジャーの架け橋というか切り開いてくれたからね。 100% 野茂だろ。先発ね、まあピッチャー先発はね、うん、先発ね。中継ぎはどうなんだろう。中継ぎ抑えで言うとシンゴもいる。あ、塩崎も同級生なの？そう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 。塩もエグかったぞ。そうだから中継ぎ塩じゃない？だからセットアッパーとあのクローザー？クローザーだから高津もほら抑えできるけど、二人とも似たようなタイプだからね。確かに確かに。並べるのはなんだけど、まあこの二人でいいんじゃないかな。抑えとか。中継ぎじゃ二人いくか。まあ7、8で言うと。あとシモもね、先発も最後ねやってたし。シモも本当にゲーム作ったな、長いで。俺楽天の時一緒にやったけどさ、阪神の時誰かエラーしてグラブ叩きすぎてさ、うん、この前それなんか2人で喋ってたのよ。あ、そう、あれ誰、あれね、誰がやったんだっけな。健太郎かなんかで誰かがエラーしたんだろ、あれ。あれ俺の後輩かな、熊子の。あ、そうか、あいつかな、違うかな、名前やめとこ、ミスした方だからやめとこ。クローザーは誰だ、クローザーは。じゃあこれだから、だからクローザーが高津だな、慎吾だな、でいいかな、ね、うん、だからセットアップは8回が月山か、うん、ケントにしようか。ケントだな、俺ら打っちゃったから。投げるのか。で7回が塩崎ぐらい。そうだね、そうするかね、うん、これでもこれ十分勝つな、このピッチャーで。いけるでしょう、これだけいたら。うん、これ1軍に全員置きたいけど、これで2軍とこう、なんだろう、ターンオーバーでこう5人ずつ入れ替えてたらずっと元気だな、みんな。そうだね。でこれそうだな、これちょっと早めに先発とかが打たれた時とかは内藤ギャオス、木田とか、木田とか敗戦5回ぐらい平気で投げる。ヤブもいるしね。あ、ジリもいるじゃん、うん、ノーヒットノーラン、うん、ノーヒッター。あ、ムーヤマ、武藤もなり。そうなの、いやいいやつだね、これちっちゃいのに。ピッカリもな、ピッカリもな、うん、これいいピッチャー陣だ ね、 いますね。ヤブだっているし、長谷川もあれ外国人だな、もう。ああ、そうだね、変わってんだ、あれ変わってる。でも俺あの一回ね、メジャーのスプリングトレーニングを、見に行ってんの、堀内さんと、うん、でその時に、あ、在籍、巨人在籍してる時、いや引退してから、うん、引退して最初解説業を始めた時に、うん、30ちょっとの時に堀内さんと一緒に。なんで堀さんがセットなの。そこ堀さんが毎回行ってるっていうのを聞いて、うん、堀さんよかったら僕もコーディネートとか紹介してくれたりしないですか、それじゃあ一緒に行くかみたいな感じになって、うん、一緒に2週間10日ぐらいか、うん、行ってほぼほぼ全球団回った時に長谷川メジャーいて、うん、そのスプリングトレーニングの時にランチとかごちそうになってんの。そうなの。ああ、もう英語ペラ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 だもんな。もうむっちゃかっこいい、と思って。そうそう、この長谷川ってあのね、ゴルフもやってさ、シニアとか出てきて。そうだって、なんだっけ、全米オ
全米シニアじゃなくてなんか予選通ってたの、全米オープンかなんかの予選通ったのよ。そうだからデーブといい勝負する、デーブの方がうまいかもしれない。デーブだってこの前ジャイアンツのイベントで3アンダーだからね、もうびっくりだよ。全然大したことありません。いや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 、原さんがワンオーバーぐらいだったっけ。さすが65になってワンオーバーもすごいけど、デーブなんかこんな適当なんだよ。俺なんかすっげえこうボールこう置いてパターとかすっげえ丁寧にこうやってやってるのに、デーブなんかはいとかはいとかやってアンダーだからね。でもチャチャがずっとこう頑張って、まだ2オーバーみたいな、あまだ2オーバーよく見てたので、こうちょっと待って見てて混んでるじゃん。ちょっとチャチャ見てるとさ、あれチャチャ後ろの組じゃなかったっけ、後ろかな、うん、ああいうリーチスイングしてんなと思って、そこでインスタ見たらちゃんとあのスタートホール、うん、右目に打って、うん、いいと思ってたな。あれそうそうそう、でもデイボーズじゃないけど僕大体目指してるのが80前半、あでパターが入れば70代いくかなっていう感じで、パター入んなかったら80代後半で、90は打ちたくないっていうゴルファー、あーなるほど、ね、それぐらいのレベルだから。なるほど、デーブと10打差ぐらいの感じ。あ、うん、まあ、全然あのゴルフになってたもんな、チャチャで見てたら。ありがとうございます、うん、でもあんま年間、去年なんか10回ぐらいしかやんないですけど、この子はもうだってほとんどやってないでしょあれ、うん、それで80年半なんて失礼だよね、毎日のようにやってる俺に対しては。3アンダーが失礼だよ。だいたいホストでファンクラブの方と3人と1人 OB が入ってやるんだけど、俺らホストなのにアンダー出しちゃダメだって。じゃちゃんと皆さんにあのまあそれはオッケーもう言うてくれ、もうオッケーオッケーみたいな、いいですよ、その辺で終わりましょうみたいな。そうそう、でやっぱりゴルフが本気で好きで来てる人も好きなんだけど、じゃなくてあれ誰と回るか行った日に抽選になるみたいなの、抽選っていうか、だからもしかしたら原監督と回って人突然決まるわけよ。夢を描いてきてる人たちね、俺らが当たったら俺謝ったもん、ごめんなさい、いや俺でごめんねみたいな感じ。その代わりもうすごい頑張るから俺たちみたいな。そうそう、だからこれぐらいでね OK 出したい。 OK そう出したい。でももう本当例えばあのミスショットしても OKOK みたいな、いや頑張れみたいな。そうそう、俺らが先に行って打ちやすいところで、そう本当に本当林俺言って大丈夫言ってたよ、大谷さん持ってきてあげてみたいな。楽しんでくれたらね。そういうこと、最近そういうホストな気持ちってさ、うん、やめたらなんだよな。そう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 、やってる時は思わないんだけど。そうね、どうなの WBC の時。いやいや、まあもう本当ほら、選手の時は、うん、なんていうのかな、まあチームが勝って優勝するに越したことないけど、もしその試合負けても自分が猛打賞とかね、そうデーブだとホームラン打てばなんか救われる部分があるでしょ。まあ、それ救われるって優しい。俺なんか負けても勝っても自分がホームランだとまあいいんじゃね。それがコーチだともう勝つしかないんだよね。あ、まあ教えてる選手が結果が出てヒット打ったりしてくれたら嬉しいけども、やっぱ監督コーチってやっぱ勝利が全てだからね。だからもう優勝ね、もう大変だったね。きついよな、ね、もう本当にもう、うん、野手行こう野手、はい、金本山崎尾形矢野飯田水口関川戸橋中島奈良原尾形尾形は二人も、あでもあの広島の光一も、光一はそう、どっちも同姓同名なの、感じがちょっと違うだけで。これ誰いっぱいいるんだよな、キャッチャー。でも監督までやってんだから矢野でどう、阪神。もうこれ間違いなく矢野だな。矢野でいいね。いや周りも納得すると思う、うん、矢野もなあ、いいやつだもん、あれいいやつすぎてさ、うん、なんかもう自分が辞めるって言ったら自分も卑怯な気持ちじゃなくなるし、みんな頑張ってくれるんじゃないかと思って言っちゃったんだろうな。そうだね、でも本当純粋なやつだから、うんうん、そうだね、なんかそんな含みはないよね、ないのよ、普通に本当もう腹決めてもう潔くやるよってっていう、俺らはそう思ってるけどね。そうなんだけど周りはさ、じゃあ監督辞めるって言ったらシーズン前に、今の時期に今年で辞めるからみんな今年頑張ってくれみたいな、周りはどうせ監督の言うこと聞いたってラインアップが違うんだから言うこと聞いてもしょうがなくなるからバラバラになった時は、そんなチームで最初なんかすげえ連敗したのにさ、うん、そうそうそう、やっぱり監督 の趣旨が分かったんじゃない、途中ブーブーって勝ち出した。だからあの岡田監督が勝ったってことでやっぱ矢野の功績もでかいよな、うん、阪神の、ね、同級生やるね、うん、でファーストが、ファーストは誰なのかな、たけしか、たけしかな、山崎、うん、たけしだな、たけし、うん、セカンドチャチャでいいんじゃないの君は。いやいや俺はいらない、俺はじゃあチャチャ置いとくか、俺は外してドバでいい、ドバ
土橋いい選手だったなぁ。土橋も多く語んねえけどさ、あ本当無口でね。俺だって去年まで一緒に、あ去年一昨年かヤクルトで、ヤクルトで一緒にやったけど、まあ相変わらずそんなに喋らないんだけど、ナイスガイよなぁ、ほんとナイスガイ。それでね、でもね心許し合って話すとね、男っぽいか、俺はあんなの許せませんみたいなさ、あちゃんとこう意思を言える男なの土橋。ピッチ角持ってな、あそう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 、ライト前ヒット、いやな選手だったな、相手からするいい選手だったな、趣味も堅実でな、そうそう同級生なんだ、うん、あヤクルトは何の縁で行ったの、ただ呼ばれたの、そうそう秋光さんにね、うん、全然お付き合いとかなかったんだけどね。秋光さんと散々あのゴルフやったり編成で一緒になってんだけど、全く俺に野球の話聞かねえからなデイブアプローチなんだけど野球試合見てんだから野球聞いてくださいよショートサードでしょ、あサードか、サードが誰かな、秀夫は人間はいいから、これあのマネージャーで男、中村秀夫、水口か、水口だから野手はあと水口、奈良原、ああそうか、広島の高一はあれだろ、外野だっけあれな、じゃあさ、うん、まあそれほど試合数とか多くないんだけど、うん、五十嵐って覚えてる、ロッテ行っていたいたいるやろ、うん、あのひょろっとしてんのな、そう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 、あの立つに日に十の人って書くやつじゃないの、そう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 、いい選手だったよあれさ、俺あいつにさ、あいつがあちょっとあいつじゃない、まあ、まあいいやついいや、彼あんまり上でこうバリバリやったわけじゃないけどな、でも多分全ポジションか全打順、あやってんだやってんだ、なんか記録持ってんだよね、やってたやってた、だそういう記録持ってるからなんかちょっと入れとこうよ、サードに入れとくか、入れとくか、五十嵐だな、ね、入れとこう、ショートはこれ高校時代のあれだけど、これ甲子園に行ってんだけど、うん、選抜で水口が松山商業、あ松山商業、松山商業って愛媛だっけ、うんうん、え関係ないけどさ、松山、あ愛媛出身のさ、松山って愛媛県の中に松山があるじゃん、うん、地名でしょ、うん、ゴルフ、あゴルフの松山、うん、そうそう、あそこなのな、ね、俺愛媛って聞いてて松山が有名な、まあ、どうでもいいよいやでも確かそうだね、地名でありながら名前であるよね、そうだから松山って聞いたことあるけど、松山がいて松山が有名になっちゃったから松山があんのかなとか考えちゃって、だからこう懐かしい、それ多分ベストナインかなんかなってんだよね、高校の甲子園の、甲子園の、うん、高校の時俺ら同級生の時のいいやつだね、うん、今阪神のあの、うん、バッティングコーチやってたけど本当いいやつ、懐かしさも含めて水を入れて、水がショートね、うんうん、センター行く、センターというか外野は一くりでもう監督やってる、もう同姓同名の尾形とで金本、うん、この2人はもう間違いなく入れておこうよ、入れてね、関も頑張ったけど、そう、ね、飯田も俺キャッチャーで飯田やな選手だったな、ホームランもあるしよ、しつこいしさ、読みはなんか読んでる感じもあるしな、キャッチャーだからなる、もともとそうだね、あと2人もう1人だったら関か飯田かどっちかでいいんじゃない、関川か飯田、関もいいやつなんだよな、いやじゃ あ, 飯 田, でじゃあ飯田で行って、うん、DH あるならば DH で関川、うん、それ行こう、ね、優しいね、 DH あるよ、うん、それでお願いします、あ決定しました、あれだす、ね、ここまで尾形浩一さんどうでした、感じは55歳だよ、いやなんかジェントルマンって感じだなんで俺を見て笑ってる何もう普通の感想だと思うよ、みんなが思い描くなんか出てくるようなね、俺がジェントルマンとかじゃなくてデーブがねって感じだよ、いやいやいやすごいタイプが違う、違う、違う、今それ言って喋った、違う、タイプが違う、ちょっと違いますよね、タイプ違うで、やんちゃだったよ、その喧嘩するとかじゃないけど、もうゲーム入ったらもうやんちゃに言ってたよ、うらー行くぞみたいな、それはあったでしょ、うん、それはね、やっぱないとね、おとなしくはなかったよ、ところみたいなやってたよ、ちっちゃいのに見えないんだから、セカンド俺だってセカンドちゃんと外野の時なんかさ、たまに外野行ったんだけど見え、おお一人いないのーって言ってたキャッチャーからやめなさいってチャチャーってな、こっち振ってもらってあ、いた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 、セカンドでやってみるの、チャチャーどこどここっちこっちみたいな最後にさ、チャチャがその、はい、まあいろんなことを
まあ、座右の銘というものを書いてきたんだけど、今は何て書く？まあ、色紙には長年書いてるのは奮励努力って書いて、まず、まあ、何事にも気持ちをまず奮い立たして物事に進める、うん、奮闘の奮、礼は？お礼の礼？激励とかの礼、あ、奮励ね、うん、で書いて、皆さんにお渡ししてるんだけれども、まあ、今でも会社とかのやつでは変化なくして進歩なしとか、俺ねこの間ね運気を上げるねセミナー行ったんだけどね、うん、人間はびっくりすることがね、うん、あった方がいいらしい。だからそのさ、なんて言ったっけ、ちゃちゃげって今会社のやつ変化なくして、まあ、変化した時、おびくそみたいな、例えばなんかそういうアイス攻撃やったらさ、進歩なしじゃなくて進化なしかな、まあ、まあでもそういう感じなんで、変化なくして進化なしとか、そういうことを大事に。だからいろんなことに今まではあまり挑戦しなかったんだけれども、いろいろこう変化を怖がらずに、うん、いろいろこの年でも挑戦していこうかなっていう気持ちがあります。以上でね、以上でね、はい、楽しかったです。ありがとうございました。楽しい時間ありました。アナちゃんね、はい、ダンディーで俺と違って、ね、え、今日何回目ですか？最近ですもんね。一昨日が初めてで、うん、今日が2回目。あ、そうですか、そうですか、はい、これ今後も楽しみに見させてもらいます、ね、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。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 この動画が面白いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。